一種の用途ブドウ雑談斬新全方向連続これは新しい足幅を必要とするから五代君やほうき君は新しいタイプさばきを必要とするから五代君やほうき君はよく勉強すること。これによって一対一の時も役立つけれども一対二人三人の時にもこの体さばきが役立つことになる。さらに獲物を使うた場合でもこれが役立つことになる。担当の斬新全方向連続の体さばきも覚えてほしい。同時に上半身の使い方も変わってくるからこれも教えてほしい、覚えてほしい。五代君も初めて聞く話だから何回も動画を見て勉強してほしい。